ットになります。打ったバッターは一塁です。一塁ストップ止まりました。11点目、第4打線爆発、またしても点を加えます。これで6点目、どんどん点差を開いていきます。ついに期待の新天地、足と守備はレギュラークラスと言われながらも出番がなかった悔しさをここにぶつけろ、高波文和。去年の数字が出ていました。2割を切っています。ファイターズこの場面でピッチャーが入ってきました。芝草これが初登板となります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。シュートとスライダーを武器に戦うベテランセットアッパー、年々速くなってくる球速は今年何キロを記録するか。芝草博士。さあライオンズ、バットランナースタートしました。さあヒットエンドラン、打球はファーストへ、ファーストが抑えます。ああ、一塁だ、一塁投げている。これはファーストにエラーが記録されます。さあ打順が変わります。カブレラバッターボックスに入っています。バッターカブレラ、さあ初球、初球を叩いた、ライトへ行ったか、行ったか、これも入った、スリーランホームラン。やはり頼りになるのはこの男。低めを捉えた打球はあっという間にライトスタンドに飲み込まれました。7回の裏ホームランが飛び出しました。ここで絶望的な失点を与えます。そして今ホームイン、14点目。今タッチしてベンチに向かいます。そしてナインの祝福を受けます。3点を追加、これで9点目、点差は大きく開きました。さあ今のプレーご覧いただきましょう。そして次の5番和田、バッターボックスに向かいます。今日は3本のヒットを打っています。今日は非常にバッティングがいいですよ。はい、どう攻めるのか。このまっすぐは外れました。このボール球には手を出しません。決めてきます。いいところへ投げ込んできます。さあ4球目、あーっとスイングアウト三振、スイングアウトチェンジ、最後は空振りに仕留めました。7回終了です。しかしライオンズ9点を追加、一気にリードを広げています。初回からのヒットは依然続いています。さて試合はライオンズリードのまま8回へと入っていきます。ライオンズですが守備の変更がありました。高木大成この回からファーストに入ります。8回の表ファイターズの攻撃、ファイターズのトップバッター、初球から打った痛烈の当たり、打球は1、2塁間へ、そのままキャンバスに入ってアウトです。打順が変わります。クローマーバッターボックスです。今日奪った三振の数は3となっています。どこからいるか、これも痛烈の当たり、打球はセカンドへ、一塁へ送ります。一塁楽々アウトです。クローマーセカンドゴロに終わっています。次のバッターです。スボイン左のバッターボックスです。さあどこから来るか、打っていった、これはレフト上がった。今日2打席連続のヒット、スボイン、レフトへの打球はヒットになりました。スボイン、これでヒットは今日2本目。ここで打順が変わります。島田、右バッターボックスに入ります。初球空振りになりました。ボール球に思わず手が出たって感じじゃないでしょうかね。痛烈な当たり、ピッチャーの横、一塁へアウト、一塁アウトはスリーアウトチェンジ。8回の表が終了です。ファイターズ無得点に終わっています。さあライオンズ、この後6番から始まります。8回の裏、ライオンズの攻撃、ライオンズのトップバッター佐藤、バッターボックスに入っています。さあ結果、初球ストレートできました。さあカウントはワンナッシング。さあ2球目、変化球打ちました。これはファールグラウンド、外のボール球を打ってファールボール。あっと3球三振、ストレートは頭になかったみたいですね。あ、はい、そうですか。そしてバッター、マクレーン、右のボックスに入りました。どこに入れてくるんでしょうか。ワンアウトランナーなし、ここがどうか、インコース、一発狙ってるかもしれませんね。強い当たり、打球はセンターへ、大きい大きい、行ったが、これは行ったぞ、ヒットになった。この打席もヒットで出ます。センターからセカンドへ、ツーベースヒット、マクレーン左中間へのツーベースになりました。サイクルヒットにはスリーベースヒットだけ足りません。ここで打順は変わります。伊藤、バッターボックスに向かいます。
でに2点を奪われています。打球はどうでしょうか。これもいい当たり。これは低い打球。ワンバウンド落ちた落ちた落ちた。セカンドランナー三塁を回った。さあヒットになった。セカンドランナー今ホームインした。15点目、ライトへのタイムリー。1点を追加。点差はさらに広がりました。そして打順が変わります。高木宏之バッターボックスに入ります。この前の4打席目センターへのヒットを放っています。まだワンアウトです。このボールはこれはボールです。ワントライクワンボール。さあ3球目インコース決めてきた。2エンドワン。さあ、あーっと打ちました。これはショート抜けた。抜けました。ファーストランナー2塁を回った。またヒットで続いていく。レフトからセカンドへ。ワンアウトランナー3塁1塁。この回もチャンスを作りました。さあつなぎました。ガッツイ。さあサイクルヒット達成なるんでしょうか。大量点差。ライオンズがリードしています。どんどん点を取ってきますね。はい、高めの球これは外れます。カウントノーツー。ストレートを持っていました。ワンツー。さあバッティングカウントどう攻める。次が5球目。まっすぐ打って、これはファールグラウンドだ。ファールボール。さあ6球目どうする。インコース、スイングアウト。まっすぐの球当てさせませんでした。そして打順が変わります。午前左バッターボックスに向かいます。この前の打席では追加点となるタイムリーヒットを打っています。アウトを襲って左方向。お見事。前進前進。さあヒット。またしてもヒットの嵐となるのか。ファーストランナー今三塁を回った。バックホームクロスプレーか。ファーストランナーもホームに帰ってきた。17点目、センターへのタイムリーヒット。2点を追加します。ますます点差は開いていきます。毎年期待されながらポジションの問題や怪我などもありここまで来てしまいました。キャンプで告げられた二塁手コンバートで飛躍となるか。高木大成どこに入れてくるんでしょうか。ここまで1回を投げまして打たれたヒットが5本。高めを打ちました。これはセカンド。一塁へ送ります。一塁アウト。スリーアウト。8回終了です。しかしライオンズ3点を追加。点差を広げました。さあファイターズこの後8番から始まります。9回の表ファイターズの攻撃。8番からの打順です。高橋右バッターボックスに入ります。どこに入れてくるか。変化球打った。左へ転がっている。一塁へ。これは一塁アウト。高橋サードゴロに倒れました。バッター枠で左のバッターボックスに入ります。ワンアウトランナーなし。初球はどうか。打ちました。これはファースト。ファースト取った。一塁。これは悠々アウトです。アクネファーストゴロに終わりました。バッター森本バッターボックスに向かいます。バッター2人を打ち取っています。完投に向けて最後のバッター。初球は変化球から入りました。やはりですね、変化球についていけない感じですね。さあ完投まであと1球。まっすぐ打ちました。右へ行った。セカンド取った。一塁に送ります。これで3アウト。ゲームセット。試合終了。今シーズンの最初のゲームはライオンズの勝利となりました。松坂見事な完投勝利。開幕戦まずは1勝目を挙げています。さあ西武対日本ハム、ご覧いただきました。今日の放送の解説は堀内恒雄さん、そして掛布正幸さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。